ブッシングクロスの交換をしていきます。結構ガタになってましたので新しいものに貼り替えていきます。こちらとこのフロントブッシングクロスも貼り替えます。蒸気を当てていると接着剤が剥がれやすくなります。こんな感じでスルスルと取れますので、あと引っ張って取っていきます。こんな感じで綺麗に剥がれます。同じようにしてフロント側も取っていきます。フロントブッシングクロスを取って剥がしていっています。蒸気を当てているともうスルスルと取れます。でこれを繰り返してこんな感じで全部きれいに剥がしていきます。バランスブッシングクロスを貼っていっています。今これは貼っていないのでこれは貼った後になります。両端から横から入れたクロスを上に上げていって両端に接着剤を塗り干したこれを上に持ち上げていって接着剤が木につくようにまで上げて上からジグを留めます。で出ている部分をカットしてこんな感じで乾くまで置いておきます。フロントブッシングクロスを貼っていっています。ここの白くなっているところは接着剤です。これをここに貼ってジグで留めます。この時に中に入る長さなどを確認しながらジグで留めていきます。で両端をカットしてバランスブッシングと同様に乾くまで置いておきます。ハンマーのファイリング、ハンマーを軽く削る作業をしています。削るというのはここの
ハンマーが、弦の溝がだんだんついていて、ポコポコポコと弦の跡が全体的にあるのですけれども、これを削る作業になります。ここに3つついてるんですけれども、こっちは削った後で綺麗な卵型の形にしていっています。で、これが終わったら結構弦合わせもバラバラになってますので、ピアノを本体に入れて弦合わせ綺麗にしていきます。ダンパーを外しました。ダンパーレバークロスにちょっと穴まではいかないですけど、だいぶへこんでいるんですけれども、これはここに当たるスプーン、この金属のスプーンみたいな形のものが錆びていて、削れて穴が開く感じになります。その錆は今落として、もうツルツルになっていますので、この穴の開いているクロスだけ、新しいクロス、幅に切ったクロスに貼り替えます。ハンマーの弦合わせをしています。こんな風にすごく斜めに向いていたり、綺麗に弦3本に当たっていなかったりしているところを直していく作業になります。これとかはもうすごく端っこによって弦1本がギリギリのところになっていて、ここも幅が斜め向いていてになっていますので、そういうのをコテで戻していったり、のり紙を貼ったりして綺麗に弦に当たるように調整していきます。鍵盤の高さの調整をしています。もうこう鳴らし定規っていう名前なんですけれども、これで鍵盤が高いところがあるかとか低いところがあるかを揃えていっています。ちょっと傾きが斜めに傾いているところがありますので、こういうのも直していきます。鍵盤の高さは、鍵盤の下に、クロスの下に紙を入れたり抜いたりして揃えていっています。ダンパーの総上げを揃えていっています。ダンパーペダルを踏むと、このダンパーフェルト、ダンパーブロックとともに動くのですが、これが一斉に揃うように揃えていっています。ちょっとこっち側は速く動いたりとかしますので、この工具で、ここの中のワイヤーに引っ掛けて揃えていっています。鍵盤の下にキーセンサーを取り付けています。これはネジで数箇所、こんな風に、あとこっち側も取り付けております。で、鍵盤の下に
シールを貼ってこの光センサーで反応させて音が出るようになっています。アクションにバーも取り付けが今終わったところです。このレバーを回すとここの部品が動いて音が鳴らなくなるという仕組みになっています。で今ストップのする位置を揃えていっています。低音から高音まで同じところを付近で止まるように、バーが一直線に止まるように調整をしています。ペダルのセンサーをつけています。これがダンパーペダルのセンサーで、これがソフトペダルのセンサーになります。これはキーセンサーから来ている線で、またここの下の部品と、まだモニターつけてないんですけれども、ここにつけます。でこれはヘッドホン掛けになります。ここに電源が持ってきます。バーが止まる位置を水平にできましたので、今は接近が抜ける位置を揃えています。鍵盤をゆっくり押した時にこう弦に当たらず戻る位置があるのですけれども、これがバーに当たらず戻るように調整をしています。